ただいま3月17日の午前5時50分です。今日は朝活 BNI でして静岡駅前に来ています、本日は3月17日の今6時前です。毎週火曜日の朝ここで動画を撮ってますけども、もうこんなに明るくなりました。つい1ヶ月前まではだいぶ暗かったんですけども、すごい日が伸びたなというのを感じます。でも朝活頑張ります。朝活の会場に着きました。今日もセミナー形式なので、また並び替えをしたいと思います。会場が出来上がりました。はい、それでは定例会始まる前に確認をしてください。携帯電話ですね、マナーモードもしくは電源オフでお願いいたします。携帯の目覚まし機能を使われる実はこんなのがあったんです。あんまり普段見ないかもしれないですけど、ここにこうクリックしてもらうと、こういうプロフィール家内の方からも静岡で、お庭の作成とかガーデニングということで、ご紹介もいただいたりとかして。